こんばんは。桜 <laughs> <coughs>。お疲れハート。手紙。タコ。ありがとう。こんばんは。 ごはボはハボハでこんばんこんばんはこんばんは,んばんは中村舞ですようよう すごく観光対策…え、そうなんですよそうなんですよ、皆さんペンギンやりが…ちょっと待ってよいしょ 公式にそう私もびっくりしましたまさかまさかすぎてなんかしかも最近あの私たちは私葵井さんユキリカは年末にイオ観光大使になってであの最近あかりんさんとなひなさんがあの「あわ」 徳島阿波観光大使だったっけなそうなんか徳島の観光大使になっててで「おーすごい!」みんな続々 <laughs> 勝手にじゃなくなってるって思ったらまさかの勝手に四国観光大使がなんと四国観光大使になりました <laughs> すごくないですかびっくりしましたそうなんですんんうん ありがとうね、勝手にじゃあなくなりましたちょっとリップ塗りたい塗らしてください、すいません おめでとうえー、ありがとうございます嬉しき限りです <laughs> ブラボーありがとう僕らもありがとう ネイル青のまま、なんかね、すごいね、よく言われるんですよ。ネイル落とさないんですかみたいな。これは、もう、なかなか、落とせなくってですね。いや、お、あの、お店に行かないと落とせないんですよ。で、これ自分で落とせないんで、これ、自分で取れないネイルなんですよ。で、ちょっと、お決ま公園までには、<coughs> そう、落としたいんですけど、<coughs> そうそうそう。 自分で落とそうと思ってこうやって落とせるもんじゃないんですよそうなので <laughs> あの一生このままとかじゃないんですけどもちろん <coughs> そう簡単に落とせないんですよ徐行液とかじゃ落とせないんですよこれそう あ、なんですかね普通にこのマニキュアだったら除光液で落とせるんですけどジェルネイルって言ってこうなんかこうなんですかこう熱とかで硬化してやってる爪なのでそうなんですよ自分じゃ落とせなくって <coughs> あとねネイルを変えすぎたら <coughs> 爪がめちゃくちゃ痛むらしくってそうなんか爪をねちょっと若干ね あれすすするるんですよ削るんででよよ削なんでめちゃくちゃ薄くなっていくらしくてそう簡単に結構なんですか1週間でホイホイと変えたりはできなくって取るのはできるんですけどね <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> そうなの。落とすんじゃなくて、削ど、うん、違う違う。塗る前に、ちょっと爪を削るんですよ。ちょっと薄くなるの。その、なんか痛いわけじゃないんですけどね。次、何色にするのピンクピンク薄ピンク? <laughs>。 ピンクにしようかなもうツヤツヤがいいな爪は <laughs> でもめっちゃ迷っててなんかドラさんコンサートでみんな爪を菜の花色にしようっていうあれが出ててだから <laughs> 20日までには黄色にしないといけなくってでもお決まり声の時はピンクにしときたくって <laughs> もう爪がどんどん薄くなっていくんじゃないかっていうなんか大体3週間ぐらいで撮るのがまあ一般的らしいんですけどそう困ってますね今どのタイミングで変えようかなみたいな。 うん全然なんかジェルネイルじゃなくってもいいんだけどやっぱなんかやってもらった方がすごく持ちがよくってめちゃくちゃいやなんかねはあのー、何ですかこう手っ取り早く家で帰れないっていうのはまああるんですけどすごいめちゃくちゃやっぱりいいいいですあだ <laughs> まだありが めちゃつやつやですうんテンション上がるフットネイルはね今してないな <laughs> してないです自分で塗ってたんですけどねちょっと落としてます あんんんま見えんけんねサンダルとか夏履いたら見えるんじゃけど <laughs> 裸足はだしにでもおきまい公園ではだしになるやつはあるはだしっていうか爪が見えるサンダルみたいな衣装によってはあるんですけどね 爪は半年ぐらいで生え変わるらしいよえ逆に半年で1爪なんですかなんかそう考えたらも <laughs> う <laughs> あんまり生え変わってないんじゃな <laughs> お決ま園行きたいえ沖お前公園来てください4月7日 1>, <laughs> 1つ目そうだよ <laughs> えっ何何つめの単位が分からんけど <laughs> <laughs> 千秋楽か。 最高列にブーケいやーね本当にねなんか私ボール投げもめちゃくちゃ下手なんですけどなんか飛ばす力がないんですよね本当に。 ありがとうございます、ね。飛ばす力ないよ。あとさ、なんか、なんだっけ、あの、え、な、ツアー、うんツアーだったか。ここ最近でやった、夏のツアーか。で、そう、ボール飛ばしてたんだけど、本当に飛ばなくって、もう前の人攻撃しまくっちゃって。 えー、そうですよ。えもう一回すごい攻撃してしまったことがあってなんか私のファンの人に「届け!」って思ってそうみんなねそれぞれサイン書いてるんですよ。届けって思って投げたらその人の方に飛んでったんですけどもうありえないぐらい取れない球でなんか。 その人をにこうバーンってぶつかってぶつかってポーンってどっか行ってであの <laughs> 別の人が撮ったんですよ。でそのもう女性の方だったかなすごいなんかもううわーみたいなもう「ポッポッポーン!」みたいな跳ね返っていっちゃってめっちゃ悲しくって私そのなんかあの <laughs> 攻撃してしまって悲しくってごめんなさいと思って <laughs>。 そ,うその瞬間をちょっと見ちゃってコントロールいやめっちゃ下手いや怖いですよねあの飛んでくるボールそんな <laughs> ボールだったら <laughs> いやそう下から下から投げた方がいいそれを知らずに こうやってポーンって投げたんですよそしたらそうなりましたすみません <laughs> <laughs>、うん、なんか遠く飛ぶなんかが欲しいなんかボーンみたいな <laughs> ああいうのがあったら 嬉しいんだけどね、ま、ないのでねバズーカバーン <laughs> ラケット使ういやそのなんか夏のツアーで私ラケットを なんか小道具があったんですよでなんでラケットを選んでラケットであのボールを打とうって思ったんですけど私あの球技がめちゃめちゃゃ下手だったんですよ <laughs> それあのー、忘れててそしたらなんかめっちゃ空振りしてであのー、こう投げたボールを打とうとしたら空振りしてでその投げたボールが前に落ちて最善の人が取ったんですよ。なんであのー、私はラケットも向いてないです ももそのの瞬間を見られたのも恥ずかしかかったなんかさ前の人とか私にさこう見私のことを見てた人はさあ来るかな来るかなって多分さちょっと構えてたじゃないですか。<laughs> 本当に恥ずかしいもう嫌です。うん ラケットもだから次からラケット下にしたんですけど確かにねそんなサーブみたいな球が飛んできたら怖いですよね落としてよかったかもしれないです空振りしてでも私本当に球技がめっちゃ下手なんですよもうテニスとかほんとできなくってなんか高校生の時になんか洗濯の授業があって。 テニス選択してたんですよ高校年年生3年生やからそんぐらいの時に。でなんかその公式テニスだったんですけどあのダブルスでなんか2人1組でペアで戦うみたいなそう感じでやってたんですけど私のもう今も仲いいんですけど一番仲のいい女の子の友達がいるんですけどその子とずっとペア組んでてなんですけど。 もう下手しが下手すぎて本当にめっちゃ下手でもう本当にもう <laughs>「お前とは一生組みたくない」って言われて <laughs> なんかその女の子めちゃくちゃ毒舌っていうかほんと塩もう塩こうやって唐辛子らしなんですけどもうお前とは一生組みたくないって言われてでもう多分本当に下手なんだろうなって私思ったんですよ <laughs>。 いやもうほんとにやばいのもうその子は私と一生寿司も食いたくないらしくって <laughs> なんかもうなんか絶対に寿司はあんたと食べんって言われて今後いやなんかそう私お寿司一緒に行ったんですけどなんかダイエットしてて2皿しか食べなかったんですよでその2皿頼んだやつのも,もう1皿もうお寿司を1貫を時間かけて食べたんですよそれなら <laughs>。 もうああ「一生寿司に行かん」って言われて本当にそれ以来行ってないですお寿司はえ、ね、そうもうね一生まるしたくないっていろんな時に言われたあとは給食給食じゃない,いやお弁当だったんですけどダイエットしてて私その時でお弁当持っていかなくなった時期があったんですよでももその子と一緒にお昼ご飯いつも食べてて でいつも通りありその子お昼の実家に行ったらその子のとこに行ったら「お前は弁当を持ってきてないからもうここに来るな」って言われてそう <laughs> <嘘>であの「分かった」って言って <laughs> あのお弁当一緒に食べれなくなった時期もありましたね今は全然食べれるんだけどねご飯とか。 でもあの,そ,あのその子はもうすごい誰にででも唐辛子なんですよだから私だけとかじゃないしはっきり言ってくれるから私結構そういうところ好きでそう一緒にいたんですけど <laughs> <laughs> 一口ちょうだいするからうん、うん、でも普通に考えてまあそうですよねだってさご飯一緒に食べようってこうやって向き合って食べるなら分かるけど あのその子だけ食べて私はこうやって見てたら嫌じゃないですか前で育ってまあそりゃそうだよなと思ってそうでもその子とは今も仲いいめちゃくちゃ私の一番の親友です あのよくその子に SNS に載せる写真を選んでもらったりする <laughs> そうななんか写真は私優柔不断で選べないんですよ載せる写真でどれの仕様か迷った時に <laughs> そう選んでくれる。 向こうもしゆんって思ってるけどいやーでもねーいやそうですよね私そういうところあるんですよねなんか私はその子と仲いいって思っててもその子はいろんな人と仲いいみたいなありますねまあね広島に住んでるわけじゃないんでねちょっとしょっちゅう会ったりはしないんですけどね うん仲良くなったきっかけはなか高1から高3まで全部同じクラスだったかなってのもあるしうんまぶ うん、全然人見知りしてないな高校クラスえあるのあるよ4クラスあったけいや高1の時高2から分離選択があるからあれだけど高1の時から高2ぐらいかな選択も一緒だったから。 クラス少ない。ええー、そうなの？もっと多いもん。高校のクラス。何クラスあるもんなの？四クラスしかなかったかな。一クラス四十人。だから百六十かな。十組？なんだって？六組、八組、十一組。 本当にそれ一クラス何人いるのめっちゃ多くない？八クラス？十一八十え多いね。普通かえ何普通かって分からん何かとか。 11組って高校21クラスあったえ二21クラスって何人かたえ一、ー、<laughs> !?1 年21組20番中村ですみたいなやばいでしょ怖い先生いたえ怖い先生いたよだからチラ見してた。 チュラチュラやさ16クラスえなんかさクラス多い人多くない <laughs> なんてことなんですか 高速引っっかかったことえあるよもう引っっかかりりまくりだったよもうめちゃくちゃまずこの触覚を残すなってすごい言われてたし眉毛も眉毛っていうか前髪も眉毛ぴったりに切っていかないと怒られてたよく引っかかってただからあの本当に高速高速っていうか身だしなみ検査があったんですけども 見だしなみケースでいかにどうやって乗り切るかって思った時に目を細くするっていうのを思いついてこうやって目を細くすることによって前髪がもっとこう短く見えません目にかかってないように見えるじゃないですかだからめっちゃ見だしなみ見られる瞬間だけこうやって <laughs> やってたよ <laughs> 目薄細くしてたあんま開けずにそしたら目にかからんこれ学生の人使ってほしい

みがはね、くくってたからな、ずっと。ツインテールかポニーテールか。うん、三つ編みか。かな。触覚はどうしてたの、えー、なんか出したりしまったりしてた <laughs>。だって、出したい時もある。だから、出したりしまったりしてたよ。 <laughs> 収納 <laughs> 満足いかない拘束かどうだろうなでもタイツ履きたかったな,なんかタイツが NG だったんですよ なんで寒いくって本当に冬なんでタイツは着たかったなうんタイツは NG だったなんかストッキングは OK だったんだけど デニールあうんタイツは NG ストッキングはあの肌色のやつ結構あの遠くで見たら全然はい,なんか履いてないように見えてたら変だな肌色だから分かんない。 あとは謎にそうなんかそう私中高一貫だったんですよ。なので中学と高校が同じ、ま、校舎だったんですけどなんか中学生の時なんか半袖にベスト着てたんですけど中学生はベスト来ちゃダメっていうなんかルールがあって高校生はいいんですよ。なんか高校生は 夏に半袖に普通にベスト着るの OK なんですけど中学生は NG っていう謎ルールがあってそうわかんないこれは <laughs> なんでかわかんないけど <laughs> なんかもうそう謎ルールがあった着ちゃダメっていうでもなんかベストを着た方が可愛くって着たい着たいって思ってたんですけどいや暑くないんよそれがあんまり。 暗暗黙黙のルールーいいや、これ暗黙じゃないですねもう結構決まったルールでした。暗黙のルールもあって暗黙のルールはなんか中1の時は絶対リボンつけといた方がよくって中2ぐらいからみんなちょっとブイブイ言わせてネクタイつけ始めるんだけどこういう巻きネクタイとつけネクタイがあってでなんかでもあんまりなんか。 先輩ぐらいしか巻きネクタイはつけちゃ暗黙 <laughs> のルール <laughs> なんかそう一番最初はもうリボンなの絶対リボンの方えね選べるのでも式典の時は絶対にみんなリボンあの中学生は高校生はネクタイっていう。 のがあった巻きネクタイもうつけネクタイだったら取られるからあの友達とかに「ウィー!」ってあのここしかつけてないと <laughs> あのここ巻いてなかったらここしかつけてなかったらこう取られたりするんですよなん,か <laughs> なんかからかわれたりするからみんな巻きネクタイをつけたくって <laughs> そうだよ。 あるよね。でも学校のこういうの。リボンの色何色だったっけな覚えてないやん。<laughs> いや一色しかないよ <laughs> 中高で部活変わるかなんか高校生になったら増える部活がなんか入れる部活がちょっと増える弓道部とか中学の時はないけど高校からなら OK ですよみたいなで放送部もそれだった私放送部入ってたんだけど高校生の時 高校生から放送部が入れたはずバレエはね習い事だったから部活じゃないんだよね好きな音楽流してたいやあのね週に1回しかなかったんですよねなんであの全然 あの、しかもその週1回も集まってみんなででなんかミーティングして終わってたかなあのなんか行事事がないとそこまで忙しくなって <laughs> でもあれやってたよ卒業式とかであの、こう座ってみんなを見るんじゃなくって裏方であの。 校長先生のこの言葉から音楽を流し始めるみたいな BGM 担当みたいなのやってたよあの原稿もらってこのここの文字を言った瞬間にここ押すみたいなあと「鈍調の上げ下げ」とかそういうのしてたよあ音響それかなそれやってた高校生 そう担当だったそういう放送部が担当してやってた重要そうだよえリハーサルやってたてかなんか練習があるから練習あるよね卒業式とか。 お昼の放送はないないですうちの学校お昼の放送流れてなかったなんか小学校は流れてたけどさ中高って流れるもんなのわかんないなかったな 無音かなえどうだろう掃除の時は流れてたかも音楽。 ご飯はハは犯人やって食べてたええー、覚えてない高校生の時はお弁当だけど中学生の時はええー、覚えてないくっつけて食べてたかな <coughs> 懐かしいなんか学生の時ってセーラー服あーセーラー服はね着てないんですよ私あのブレザーだったのずっと なんでセーラー服ちょっと憧れはありましたでも多分セーラー服の人はブレザーに憧れがあったりするよねないものねだりかわい,いえかわいいよかわいい <laughs> セーラー寒いよ、寒いんだ。隙間風。寒い、なんか薄いのかな。まい <laughs> ちゃんが起きちゃんにあげた、この前の洋服パセリがもらってたよ。<laughs> 沖ちゃんにね確認されたなんか私沖ちゃんに服あげたんですけどそしたらその服をさらに誰かにあげていいかって確認をされて <laughs>「いいよ」ってなんで沖前が着た服 <laughs> あなんか沖ちゃんが確かに服のなんかやってたな服持って帰ってみたいな。 <laughs> パセリが受け継いだんですねミニマリストになりたいらしいでもおきちゃん結構買い物してるイメージだけどなうん <laughs> そろそろ壇上え二2分前やばい壇上じゃ読む <coughs> 待ってね「フォーエバー」 ラブさん、はやりんごさん、きなぺこさん、マ、ま、サさ,さん、はめきちさん、のぶさん、もとまじさん、ふくたろさん、くまねパパさん、流れものさん、今日もあなたの愛顔が誰かを救うさん、ふくちゃんまるさん、よっちゃんごいちさん、ありがとうございます。明日は水曜日です。うべんぜー。<laughs> 曜日感覚がマジで身についてきたありがとうございましたおやすみなさいまし <laughs> 久しぶりにメイクしてたおやすみ また明日。見てくれてありがとう。<laughs> ありがとうございます <coughs>。また明日、またね、明日も頑張ろう。 桜は咲いたかー。お花見ましたかー。バイバイ。あいやん。